こんにちは。こんにちは。設計の木村です。本日は岐阜市にある青を指す北欧ナチュラルのお家をご紹介します。今回のうちの家族構成はご夫婦とお子様2人の4人家族となっております。今回のうちはお施主様が好きな青をアクセントとした外観内観になっているので、そちら楽しみにしていただけたらなと思います。それでは早速外観の方からご紹介したいと思います。こちらお土地が大体90坪ぐらいの大きさになっております。で、駐車が2台止められるようなスペースにを確保しております。で、こちら建物の外観なんですけれども、こちらの側は金属サイディングというものを使用しております。で、こちら玄関扉がある壁はジョリパッドという塗り壁を使用して、ちょっとここの金属サイディングとは表情を変えたようにデザインをしております。こちらの壁が青ですね。そうなんですよ。これがタイトルにもある青を指すなんですけれども、この白い外観にちょっとアクセントで青い壁をこう突き刺したようなデザインにしています。すごくおしゃれですねありがとうございます。これデザインだけじゃなくて機能性も実は兼ね備えていて、この西側の道路は結構交通量があるような道路になっているので、そこからの視線を遮るっていうのと、こちら南側に大きな窓を確保しているので、西日を遮るっていう役割も果たしてくれています。こちらがお庭になっております。だいたい30畳ほどの広さがあるので、 LDK よりも広いお庭になっています。すごくお庭が広いんですね。はい。じゃあ息子様が2人見えるんですけれども、2人ともサッカーをされているということで、サッカーをできる環境を作りたかったっていうのがあります。だからそんなに広いんですねそうなんですよ。で、こちらは人工芝になっているので、まあ、お手入れも楽ですし、年中この綺麗な緑が続くような芝になっております。で、こちらに立水栓があるんですけれども、こちら息子様がサッカーをして帰ってきた時に、こちらで足とか手とか汚れた時に洗えるような水栓をこちらに用意しています。それでは早速玄関の方行きたいと思います。こちらが玄関になっております。広さが 2.5 畳あるので、まあ、ゆったりとしたスペースになっています。で、こちら背面に見えているのがベンチなんですけれども、まあ、お子様がサッカーをして帰ってきた時に、まあ、靴下とかどうしても汚れてしまうので、そういったものを玄関先で脱げるスペースとして作っております。こちら高さが床から40センチになっているので、まあ、お子様でもこう腰掛けやすいような高さになっております。すごくおしゃれなベンチですね。ありがとうございます。こちら背面がご主人さんが好きな青色のポーターズペイントを塗っておりまして、そのポーターズペイントの凹凸感とか素材感をより際立たせるために、上部に間接照明を入れております。なのでより綺麗に見えているんじゃないかなと思います。で、こちら正面の壁もこうちょっとアーチ状にしているので、それもアクセントになっていて、ちょっと可愛らしい空間に仕上がっているかなと思います。次がこちらがシューズクロークになっております。
こちらの上にある梁は何に使うんでしょうか。はい、こちらはロールカーテンをつけれるように梁をあえてつけております。どうしても天井からこう壁を下ろしてきてしまうと空間に圧迫感が出てしまうので、もうこう梁を一部通すことでこう玄関とシューズクロークの天井がつながるんですね。なのでよりこう広い空間に見えるように工夫をしております。そういう使い方もできるんですね。はい、シューズクロークもすごく広いですね。そうなんです。こちら広さが 3.5 畳あります。すごいゆったりとしたスペースになっているんですけれども、こちら奥が収納になっております。こちら全ての棚が稼働できるようになっているので、入れたい靴とか、物によって高さを変えることができるので綺麗に収納することができます。上にバーがあると思うんですが、はい、これは何に使うんですか。こちらはご主人さんが懸垂をしたいっていうご要望をいただいていたので懸垂バーになっております。ここで懸垂をするんですね。そうなんです。でこの懸垂バーもご主人さんが好きな青色で塗装しております。次進んでいきますと、こちらがトイレになっております。トイレもすごくおしゃれですね。ありがとうございます。こちらも広さが1畳のスペースなんですけれども、右手にトイレ専用の手洗い機がありまして、奥にトイレットペーパーとかあとはトイレブラシを収納していただける収納が便器の両サイドについています。でその上から一部空間が空いているんですけれども、上にも扉があるんですけれども、こちらも全て収納になっているので、トイレットペーパーとかあと掃除道具なんかもうしまっていただける大容量の収納スペースになっております。こちら進んでいきますと、玄関から見えるニッチのスペースになっています。こちらちょっと奥行きも広めにとっておりまして、大体20センチ25センチですねあります。なのでこんな形でちょっと枝とか可愛らしい置物を置いていただいたりだとか、季節によって変えていただいてもすごいよりこうなんでしょう、おしゃれな空間になるのかなと思います。それでは早速 LDK に入っていきたいと思います。ナチュラルですごく可愛いですね。はい、こちら空間全体を優しい木の色合いのものを使用しているので、そう感じていただけるのかもしれないです。じゃあ LDK の床はカバーというものを使用しております。白っぽい木なのが特徴なんですけれども、今回の北欧のテイストにぴったりかなと思ってチョイスしました。こちら LDK の広さがなんと24畳あります。すごく広いんですね。はい、ご家族が一番長く過ごす空間なので、ゆったりと過ごせるように広めに設計させていただきました。こちら天井なんですけれども、こちらが船底天井になっております。こちらこう両側から勾配を2寸で上げてきているので、こう天井に奥行き感が出てより広く感じられるように工夫しております。この天井の木が綺麗に見えるように間接照明を入れております。夜なんかはこの間接照明だけで過ごしていただいてもすごく落ち着く空間になるのでいいのかなと思います。すごく雰囲気が出そうですね。はい、こちら行きますと、よいしょ、こちらがヌックになっております。広さが2畳なんですけれども、広すぎないのですごく落ち着く空間になっています。素敵な空間ですね。はい、こちら、こんな感じで座っていただいてもいいですし、床がカーペットになっているので寝転がってもすごく気持ちいいかなと思います。こちら背面も玄関で使用していたブルーのポーターズペイントを塗装しております。なので空間に統一感が出ているかなと思います。でこちら見ていただくと窓があるんですけれども、こちらが外のテラスデッキに続いております。
なのでこんな形で外に鉢の植栽を置いていただくとヌックから緑も楽しんでいただけるのですごく落ち着く空間になっているかなと思います。ずっとここにいたくなりますね。はい、ちょっと出たくないですね今こちらの上見ていただくと3方に固定棚があります。なので、まあ、本とか雑誌とか、まあ、ヌックで楽しみたいものを置いていただける空間になっています。で実はここに腰掛けることもできるのでこのヌックからテレビを見ることもできます。椅子として使えるんですね。はい、腰掛けやすいようにここのヌックの高さも40センチにしておりますので、まあ、くつろぎながらテレビを見ることができます。こちらにテレビが来るんですけれどもソリドという素材を貼っております。こちらのソリドも、まあ、薄いグレーのものを採用しているのでこの優しい空間にぴったりなものになっているかなと思います。すごく高級感がありますね。そうなんです。ここはテレビボードを置かれるんですか？今回はテレビボード置かないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。デッキどこに置くんだろうって思われますよね。そうですね。そうですよね。実はこちらのヌックの下にデッキを置けるスペースがあるんですよ。ここに入れられるんですね。そうです。でこちらさらに奥に進んでいきますとこちらが、ま、廊下になっているんですけれどもここから、ま、部屋にすることもできたんですけれどもなんか別空間に行くなんでしょう動線を作りたかったのであえて通路にしております。でこちらが和室に続く障子になっております。こちらの障子はここが和紙ではなくて麻になっております。麻なので光もすごく柔らかく通してくれますし空気も通るので、まあ、よりこの空間が快適になるようにちょっと工夫をしております。すごくおしゃれですね。はい、それでは開けたいと思います。こちらが 4.5 畳の和室になっております。こちら見ていただきますと彫り込みがあるんですけれどもこんな形で腰掛けられるようになっております。なので冬なんかはこたつを置いていただくと彫りごたつとしても使っていただけるのでくつろげる空間としてもいいですよね。掘りごたついいですね。はい、こちらが和室の吊り収納になっています。この下が50センチ空いているので季節の家具となんかを置いていただく空間としても使っていただけます。こちらの上の収納は両開きの扉になっておりまして開けるとこんな感じで奥行きの深い収納になっています。でこちら上見ていただくとこのルーバーの奥にエアコンが隠れています。ここにエアコンがあったんですね。そうです。エアコンって出たと結構目立っちゃったりとか生活感が出てしまうのでこのルーバーをつけることで隠してます。ちょっと和室っぽく格子をあしらっているっていうような感じです。すごくすっきりしていていいですね。はい、こちらの照明はこの和室の空間に合うかなということでジョージ・ネルソンの照明をご提案させていただきました。でここ和室からこの通路がちょっと縁側っぽく見えるようになっていてさらに奥にもウッドデッキがつながっているのでよりこの空間が広く感じられるかなと思います。廊下もすごく素敵な空間になっていますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、いただきます。こちら、両方の扉があるんですけれどもどちらも子供部屋になっております。ここは 4.5 畳子供部屋になっておりましてここに 0.5 畳ほどの収納が扉のないオープン空間としてあります。客側のお部屋も同じような構成にもなっております。
4.5畳の子供部屋に 0.5 畳の収納があります。こちらの扉を開けますと、こちらがセカンドトイレになっております。広さは1畳なんですけれども、右手にトイレットペーパーを置く用のカウンターがあるだけのシンプルな空間になっております。この壁面も先ほどのブルーの壁紙を使用しているので LDK との統一感を出しつつ、床は LDK のちょっと暗めなグレーのフロアタイルを使用しているのでちょっと違った印象も感じていただけるかなと思います。こちらがダイニングです。このダイニングテーブルの上にあるこの照明はデンマークのメーカーのレクリントの照明になっております。今回この北欧のテイストにぴったりかなと思いましてご提案させていただきました。こちら奥がキッチンになっております。このキッチンの腰壁も玄関とヌックに使用していたブルーのポーターズペイントを塗装しております。アクセントになっていておしゃれですね。はい、すごく綺麗な色ですし映えますよね、はい、こちらキッチンの後ろがカップボードになっております。こちらは造作ですか？そうなんです。こちらも造作で作っております。こちらのカウンターはフィオレストーンを使用しております。結構強い素材なので、熱いものをそのまま置いていただいても大丈夫ですし、ここで何でしょう、パンこねたりとかもできるようになってます。こちらカウンターの高さが90センチ。になっているのでこちら上に家電とか置いていただいても作業しやすい高さになっております。こちら右手側にあるのがスライドトレーです。ここに炊飯器置いていただくと使用している時に蒸気がどうしても出るのでこんな形で引き出していただけるようになっています。でさらに奥に行くとこちらがゴミ箱スペースになっています。こちらカウンターの上の壁なんですけれども、こちらガルバリウムを貼っております。すごくおしゃれで可愛いですね。はい。いろんなポストカードとか飾ったりもできるので、よりおしゃれに仕上げることができます。でこちらさらに上にあるのが飾り棚です。こちら四方をこう枠で囲っているので、ちょっと可愛らしいテイストになっているかなと思います。じゃあさらに奥に行きますと、ここが 1.5 畳のパントリーになっています。こちら側が床から天井まで可動棚になっております。さらにこちら反対側が冷蔵庫を置くスペースになっています。でこちらが扉があるんですけれども、開けるとなんと玄関のホールにつながっております。先ほど入ってきたリビングの扉につながっているので、ここはぐるっと回れる回遊動線になっております。すごく使いやすい動線ですね。はい、買い物から帰ってきてもすぐに冷蔵庫に食品を入れることができるのですごく便利だと思います。こちらキッチンの奥に扉があるんですけれども、こちら開けますと脱衣スペースにつながっております。キッチンからすごく近いので家事の動線としてもすごく便利になっています。じゃあ広さが4畳ありまして、基本的に外干しではなくて、このカンタ君であったりだとか、室内干しをしたいよということだったので広めに取っております。こちらのスペースが洗濯機を置くスペースですね、なっていて、上はこんな形で可動棚になっているので洗剤であったりだとか柔軟剤とか置いていただける棚になっております。でここにカンタ君があるんですけれども、こちらは床からの高さが80センチになっているので、ここをカンタ君開けて、出し入れしやすい高さに設計をしております。でカンタ君の配管とかコンセントって結構ごちゃついて見えてしまうので、こちらの扉で隠しています。なのでメンテナンスとかするときはこんな形で開けていただけるようになっております。このカンタ君の下オープンスペースに
なっているので、こんな形でランドリーカゴ入れていただくと、脱いだ服とかを、ね、入れていただけるようになっております。でこちらがカウンターになっております。こちらの奥行きも結構深めですね。65センチ取っているので、ここでアイロン掛けをされるんですけれども、こう服を広げても奥で重ならないようにちょっと深めに設計をしております。でこちらの下は全て引き出しになっております。こんな形で開けられるので、タオルとか下着、あとパジャマなんかを入れていただけるような収納になっております。でこちらの上にあるのがアイアンバーなんですけれども、こちらは乾燥機にかけられない服をかけていただけるスペースになっています。こちらのアイアンバーで2メーター40センチの幅がありますので、まあ、4人家族分の洗濯であれば全然かかってしまうほどの容量は確保できています。こちらさらに奥に行きますと、こちらが洗面所になっております。広さは2畳の空間になっていて、じゃあこちら洗面台の反対側にも収納があります。こちら横幅が78センチ、高さが2メーター40、洗面の天井いっぱいにありますので、こんな形で洗面で使うタオルとか置いていただいたりとか、たくさん収納できるようになってます。こちらの洗面台は横幅があと1メーター70センチあるので、大人2人が並んでもゆったり使っていただける空間になっています。こちらのカウンターは愛花工業さんのコーリアンというものを使用しています。こちらカウンターとボールが一体になっている仕様になっているので、お手入れもすごく楽ですし、こちらの天板も通常メラミンを使用することが多いんですけれども、このコーリアの方がちょっと高級感が出るので、今回はこちらをご提案させていただきました。こちらのカウンターの高さが80センチになっております。なので、まあ、歯磨きをしたりとか顔を洗ったりするのにちょうどいい高さになるように設計をしております。でこちらに引き出しがあるので、奥様のメイク道具とかをこちらに収納していただけるようになっております。でこちらカウンターの壁面は愛花工業さんのセラールという素材を使用しております。どうしても水を使う場所になるので、クロスだと水飛びが気になったりとか、あとタイルだとどうしても目地の汚れが気になるなって言われることも多いんですけれども、こちらのセラールはそのデザイン性もすごく優れていますし、まあ、一面なのでお手入れもすごく楽です。なので結構おすすめです。でこちらの鏡はこの洗面台の端から端まで全てが一面鏡になっております。三面鏡だとどうしてもこう線が入ってしまうので収納量は増えるんですけれども、見た目的に美しくなくなってしまうので、今回は一面鏡をご提案させていただいております。やっぱどうしても収納量って気になってしまうので、ここがなんと開けられるようになっておりまして、収納になってます。その洗面台の上に窓をつけているので、電気をつけていなくても自然光が入ってくるので割と明るい空間になっております。こちら進んでいきますと、こちらがファミリークローゼットになっています。広さとしては3畳の空間になっておりまして、こちら側が可動棚になっているので、帽子とかカバンを置いていただくスペースとして使っていただけます。こちら両側は枕棚とポールがついております。なので上はハンガーで収納していただいて、下にクリアボックスを置いていただくと、まあ、収納量も増えますし、よりスッキリするかなと思います。でこちらさらに奥に進んでいきますと、こちらが隠し部屋になっております。奥にもまだ部屋があったんですね。実はあったんですよ。こちらは奥様がゲームが趣味ということだったので、ゲームができる子守部屋になっております。
すごく落ち着いた雰囲気で素敵ですね。はい、こちら1畳のスペースなんですけれども、集中してゲームをするにはなんかすごい落ち着く空間になってるかなと思います。後ろも、まあ、壁面は収納になっているので、まあ、ゲームの機器なんかを収納していただけるようになっております。ここもたくさん収納できそうですね。はい、はい、じゃあ進んでいきます。このファミリークローク、実は玄関のすぐ近くにあるので、玄関からただいまと帰ってきて、アウターをこちらにかけてリビングに入っていくっていうような動線が実現できています。さらにこのファミリークロークは洗面脱衣からも割と近いところに配置をしているので、お洗濯を畳んですぐに持ってきてしまうっていうようなことができます。こちらが主寝室になっております。広さとしては6畳の空間になっています。もともとお施主様からベッドフレームを置きたくないっていうご要望をいただいていたので、今回はこの主寝室の床を20センチ上げさせていただきまして、マットレスをそのまま置けるようにさせていただきました。でこちら上げたところに間接照明を入れているので、落ち着いた空間になるようにしております。ここは天井は木が張られているんですか？こちら木に見えると思うんですけれども、実はこれクロスなんですよ。クロスなんですね。はい、クロスでもすごい本物の木っぽくて、なんか落ち着いた空間に仕上がってるかなと思います。でこちら奥が、まあ、頭が来るんですけれども、そこの壁面も一面グリーンの壁紙をしつらえているので、よりこう落ち着いた空間に見えるかなと思います。青を指す北欧ナチュラルなお家、いかがでしたでしょうか？優しい色合いの中に青がアクセントになった素敵な空間になっていたかなと思います。今後も皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思っておりますので、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。